沢達也、佐久間大介、渡辺翔太、スノーマン、年上組、ならではの関係性と広がる活躍の場初の4大ドームツアー、スノーマンファーストドームツアー2023アイドーミー、感想の興奮も冷めやらぬ中、7月5日にライブ映像作品、スノーマンライブツアー2022ラボを発売したスノーマン。発売日は佐久間大介の31歳の誕生日でもあり、SNS はリリースと誕生日をダブルで祝うファンの声で賑わいを見せている。先日最年少のラウールが20歳の誕生日を迎え、スノーマンメンバー全員が20代オーバーとなった中でも、佐久間と深沢達也、渡辺翔太は同い年で昨年一足先に30代に突入したメンバーだ。今回はこの年上組3人の魅力に注目してみたい。9人で集まる場面では進行役を務めることの多い深沢、切り込み隊長として場を盛り上げていく佐久間、的確な一言を放って狙わずともオチを作ってしまう渡辺と、この3人がスノーマンメンバーのトークにおいて重要な役割を果たすことも少なくない。また、同世代ということもあってか趣味が近かったり興味を持つものが同じになることもあるようで、プライベートで一緒に買い物に行くことも各所で明かされている、スノーマン宛なきドライブ、企画なしのゆるい動画ですわら、で話題に上がったように、時には佐久間が車で2人を家まで送り届けることもあるようだ。